こんにちは。横浜管内で創業152年の柳屋化粧品専門店です。このチャンネルでは自分で全品揃えるのが難しいメイクアイテムの全色レビュー、買うまでに迷う高級スキンケアのテクスチャーや有効性を紹介します。本日紹介する商品は2023年4月21日発売、資生堂クレドポーボーテルージュクレームという口紅です。これまでのクレドポーの口紅の質感と比較もしながら3質感全24色を紹介します。この動画をご覧いただければ好みの質感やご自身の肌色に合うカラーを見つけられるはずです。この動画は大きく分けて4部構成です。1、商品紹介。2、従来品との比較。3、全色紹介。4、全色使ってみた私の推し色紹介です。概要欄にタイムスタンプも載せておりますので、見たいところに飛ぶ際にご活用ください。資生堂が展開するハイエンドブランドクレードポーボーテから2023年4月21日に発売するルージュクレーム、ツヤ、マット、ラメの3質感全24色です。参考小売価格は税込み5500円です。それでは実際にはどのようなものなのか触っていきたいと思います。これがケースです。蓋部分の黒に近い紺色は2020年の SS からスタートした新メイクアップ一連のデザインを踏襲しているように思います。他のメイクアップアイテムのように正面から見てより四角に近いデザインになりました。高級感があります。外観からもすぐ中身の色が見えるようになりましたね。ツヤ、ラメは透明、マットはすりガラスのようになっていて質感の違いが分かりやすいです。天面は特別に処理されていて、クレドポーボーテのシンボルが見える、いろいろな角度から輝いて見えるようになっているそうですよ。気になる方もいると思うのでサイズを測ってみます。ここで8センチ、厳密に言うと 7.9 ぐらい。 2.2センチ、奥行きは 2.2センチ、縦が 7.9センチ、横厚みは 2.2 センチでした。カバンやポーチの参考にしてください。テクスチャーはどうでしょうか。3質感一度に触ってみます。まずはブリアン、ツヤが出るタイプです。肌に密着します。いい意味で重い感じ。上品なツヤが出ました。はい、次はマット、ツヤがないタイプです。とってもクリーミーなんですが、触っていないみたいにサラサラ軽いつけ心地です。ブリアンの仕上がりとはやはり違いますね。最後の質感はラメのエタンスランです。これもつけ心地はブリアンに同じく、のてーといういい重さ、密着感があります。ラメは大粒すぎず、クレドポーらしい上品さがありますが、しっかり輝いてくれる主張を感じます。さらに質感のイメージができるよう伸ばしてみます。ブリアンはぬるぬるっとした感じで伸びます。色は若干薄くなります。マットはとにかくサラサラ、パウダーのように伸びます。伸ばす前とあまり色も変わりません。次のエタンスランはぬるぬるっと伸びます。広がったラメもすっごく綺麗なので、口紅の上に薄く塗ってもいいですね。気になる質感はありましたか？ここからは従来品との比較をしていきます。左から2016年発売ルージュリキッドエクラ、2019年発売ルージュリキッドルミヌブリアン、今回発売のルージュクレームを用意しました。2016年のルージュリキッドエクラの時代はマットタイプやラメタイプがなかったため、ブリアンタイプに分類し、この質感のみ3台で紹介します。フォルムがだいぶ違いますね。大きさも違います。これが2016年発売のルージュリキッドエクラです。四角いのですが、角が取ってあるようなデザインになっています。小さくてコンパクトです。次が2019年発売のルージュリキッドルミヌブリアンです。3台の中では一番縦が長く、こちらも角を取ったような面取りしたようなデザインになってます。ガラスの結構下の方まで色がついてるようなデザインになっています。これが今回のルージュクレームです。正方形でありつつ、角を取ったようなデザインで高級感がありながら中身が見えやすくなりましたね。それでは開けてみます。2016年発売のこちら、こんな感じです。これが2019年です。中身はこんな感じです。これが今回発売のものです。開けるとこんな感じです。しっかりしてます。アプリケーターを並べてみました。アプリケーターはこんな感じです。先代と今回は似ています。どちらもフラット型のアプリケーターです。これは濃厚濃密なテクスチャーを均一に伸び広げてくれる形です。前回と今回は似ていますが、今回の方が先端が細くなっていて、より口角が塗りやすくなりました。2016年はまだ何も工夫はしていなかったようですね。お気づきかもしれませんが、アプリケーターの棒部分への液のつきも全然違うの分かりましたか？
一番昔のものは私物なんですが、正直液漏れというか液がブチュッと溢れてしまって、キャップを閉めた後に周りにリキッドが出てきてしまうので、いちいち拭いていました。この点については前回のリニューアルでかなり改善されていそうです。そして今回さらに改良されているのがわかります。前回のものはこんな感じです。今回発売のものは中で先に蓋の役割をするような出っ張りがついているので、棒に液が全くついてこないです。今までクレドポーのリキッドルージュの液漏れが気になって購入を控えていた方は、今回のリニューアルはかなり朗報なんじゃないでしょうか。次はテクスチャーです。それぞれ塗って比べてみます。年々密着感が上がっています。一番古いものは水分が多い気がします。真ん中の2019年のものは前のものより水っぽさがなくなっていますが、しっかりツヤがありますね。最新のものはさらに水っぽさがなくなってピタッと密着しています。ただツヤは今までより抑えられています。ツヤ命ということで、クレドポーのブリアンを選んでいた方はツヤ感は少し物足りなくなるかもしれません。ですが特に一番昔のものは 100% ハベニをしていました。みずみずしいから内側に流れてきたのかもしれません。真ん中のものはそこまでハベニは気にならなくなりました。最新のものはさらにハベニしづらくなったと思います。先日撮影後に一日中濃い色をつけていましたが、全くハベニしませんでした。少し前歯が外側に出ている人や口や唇の形でハベニを気にしてツヤリップを使えなかった方は使える仕様になったと思います。そして唇周りのシワにもにじみ込まなくなったと思います。こうやって伸ばしてみても密度が全然違うような気がします。次にティッシュで押さえてみます。これはティッシュオフ後の発色やマスクへの月のイメージがつくと思います。オープン。おー、なるほど。上の2つは真ん中のティッシュの折り目の部分に水分が結構残っていますが、最新のものはもともとピタッと密着しているので折り目の部分にも水分が残っていません。ティッシュへの付きも新しいものはあんまりついていないように感じます。塗りたてでこれなので、少し乾かしてからつければマスクへの付きも前より軽減されていそうですね。次はポイントメイク落としを含ませたコットンを一滑りさせてみました。結構違いが出ました。新しいものが一番取れています。メイク落としでの落ちやすさは上がったようです。もう一度滑らせてみました。すべて綺麗に落ちています。色残りしてしまう心配はないですね。参考までにクレドポーの4種類のメイク落としを使って落としてみました。ポイントメイク落とし、オイルクレンジング、クリームクレンジング、クレンジングウォーターです。こちらはポイントメイク落としです。これは言わずもがな、一発で綺麗に取れます。続いてクレンジングオイル、くるくるなじませてしっかり乳化させます。くるくるしきれなかったと思われるところがちょっと残りました。何回かお湯をかけながら撫でたら綺麗に取れました。次はクレンジングクリームです。こちらもしっかりくるくるなじませていきます。こちらは洗い流しても拭き取っても OK です。今回はティッシュで拭き取ってみます。こちらも結構綺麗に取れるんですが、広がったクリームの縁部分に少し色が残るような感じがしました。お湯で流したら綺麗に落ちたので、クリーム仕様の方は最後に洗い流すといいかもしれません。次はクレンジングウォーターです。コットンをしっかり当ててなじませます。どうでしょう。ゆっくり拭ってみます。よいしょ。これはしっかり残りましたね。クレンジングウォーターにしては綺麗に取れてる方だと思うんですけど、残っちゃいます。一発で完璧に落とすならポイントメイク落としが圧勝でした。オイルとクリームは丁寧になじませれば落ちます。どっちかというと相性がいいのはクリームかな。クレンジングウォーターは、はい、落ちません。続いてマット、2019年発売のルージュリキッドルミヌマットと今回発売のルージュクレームマットを比較します。左が前のもの、右が新しいものです。フォルムの変化はブリアンと同様です。マットはすりガラスのようになっています。マットのアプリケーターはこんな感じです。どちらもスリム型です。マットリップのホイップクリームのようなテクスチャーを崩すことなくムラなく伸ばしてくれる形です。前のタイプで評価が高かった形状を踏襲しながら、さらに綺麗に広がるよう毛足を長く調整したそうです。それぞれ塗って質感を比べてみます。上が前のもの、下が新しいものです。これは正直びっくりしました。新しいものの方がとっても滑らかになっています。テクスチャーが扱いやすくなって、描きたいように描けるようになった印象です。端の液だまりも少ないように感じます。色が若干違うのもありますが、前のものより液の密度が濃くなったようにも思います。以前のものはどこを筆が通ったのか軌跡が残っていたのですが、新しいものはどこを筆が通ったのかほぼわからなくなったので、ムラなく塗れるようになったということだと思います。マットリップにしてこの使いやすさ、すごいです。
さらにテクスチャのイメージがつきやすいように、あっと書いてみます。やっぱり新しい方が滑らかですね。濃密になっています。色と色の間に隙間がないという表現が近いかもしれません。新しいものはアプリケーターの進化、テクスチャの変化によって本当に描きたいように描けます。水気も抑えられてピタッと密着してくれるようになりました。こちらもティッシュオフしてみます。ティッシュへの付き具合は変わりませんね。またマスクをする人にとってはマスクにつきにくいのはマットという感覚で、このマットを選ぶとなんだ結構つくじゃんとなってしまうと思うので、あまりマスクへのつきは重視しない方が良さそうです。ただ見てください、ティッシュで抑えられたリップ側がかなり無傷なんです。やっぱり前の方が水っぽさがあったので、前のものは若干全体的に薄くなった気がします。新しいものは塗った時のままという感じです。擦れによる色落ちの耐久性はかなり上がったと思います。こちらもポイントメイク落としを含ませたコットンを一滑りさせてみました。2つに大きな差はなさそうです。新しいものの方が少し取れづらくなっているかもしれません。マットは若干ブリアンより落ちにくいので、ポイントメイク落としで 2,3 回落としてあげるのが良さそうです。こちらもいろんなクレンジングで落としてみます。ポイントメイク落とし、はい、よいしょ、おー綺麗に取れます。次はオイルです。しっかりなじませます。乳化させます。ちょっとやっぱり残りますね。くぼんでた場所なんですかね。次はクリーム、よくなじませます。まずは拭き取ってみます。赤い色が少し残っていますね。お湯をかけて撫でてみます。赤色取れました。クレンジングウォーターです。どうでしょうか、やっぱり残った。これは本当に落ちない。やっぱりこれもポイントメイク落としが圧勝です。オイルはへこんでいるところに残る感じだったので、唇の縦線は落ちにくいかも。クリームは洗い流せば OK、 クレンジングウォーターは全然落ちません。続いてラメタイプエタンスランのパッケージです。こちらに関してはリニューアルというわけではないので比較対象はありません。同じグロスという分類ではブリアンレーブルエクラという商品も販売されています。ブリアンレーブルエクラは2023年4月現在、生産終了の予定などはないので、しばらく並行してご購入できると思います。違いとしては、どちらもグロスですが、ブリアンレーブルエクラはしっかり色がつくものがあるので、1本でツヤのある唇にできる商品です。今回発売のエタンスラン4色はラメに特化していて、1本で色がしっかりつくというものではないので、口紅の上からつけて楽しむような商品かと思います。今回発売のエタンスラン4色を除くブリアン、マットの20色はラメが入っていませんので、ブリアン、マットに好みの色のラメを足してイメージチェンジをする使い方になるかなと思います。これがエタンスランのアプリケーターです。スプーン型になっています。このスプーン型がパール剤をしっかりすくってキャッチしてくれます。唇のカーブにもフィットしてくれる形になっています。重ね塗りもしやすい形状を開発したそうです。資生堂さんすごい。塗るとこんな感じです。水っぽくなくてしっかり密着してくれます。こちらもティッシュオフしてみます。今までより透けています。オープン。ティッシュに水分はつくんですが、腕の方のラメの残り具合すごくないですか？ラメの落ち具合が気になると思うので、いろんなクレンジングで落としてみます。比較対象がないので、比較対象とのオフは割愛します。ポイントメイク落としです。拭ってみます。若干キラキラは残るんですけど、もう一度ぐらいやれば綺麗に取れそうです。もう一度新しい面で拭ってみます。2回目で綺麗に取れました。ポイントメイク落としをコットンにたくさん含ませることと、ラメが残る場合は2回くらい同じことを繰り返してあげるのがラメを綺麗に取るポイントかなと思います。クレンジングオイルです。しっかりオイルをなじませてから乳化させます。きちんとゆすいだら水気を取ってみます。これはすごく綺麗に取れました。次はクレンジングクリームです。しっかりくるくるなじませます。まずは拭き取ってみます。おお、想像より綺麗にラメが取れています。ちょっと残っているかなという感じですね。ティッシュの方に結構ラメしっかり映ってますね。お湯で洗い流してみます。拭き取ったら綺麗に取れました。次はクレンジングウォーターです。若干ラメが残っているものの結構綺麗に取れています。しっかりラメがコットンについています。ラメがついていない面にもう一度クレンジングウォーターを含ませて拭いてみるとすごく綺麗に取れました。エタンスランのラメはどのクレンジングでも綺麗に落ちました。拭き取りよりも洗い流す方が素早く取れると思います。さてここからはお待ちかねの全色レビューです。3つの質感、24色を質感別に紹介します。まずは上品なツヤタイプブリアンの質感です。全8色です。ブリアン103番ディープアイコニックレッド、クレドポーといえばこの赤という代表的な赤です。絶妙な色の配合で女性をより女性らしく見せてくれます。ブリアン201番グレイッシュソフトベージュ、
パッケージだけ見て地味めを想像していましたが、落ち着いているけど顔が映えてすごく可愛いです。ブリアン202番、モデレートアプリコットオレンジ、明るくて元気に見えるオレンジです。蛍光って感じなんですが高級感があります。ブリアン203番、モデレートローズレッド、大人の青みピンクです。私はイエベだけど浮かなかったです。このカラーがとってもブリアンの質感と合ってると思いました。ブリアン204番、モデレートソフトレッド、派手すぎないのに地味じゃない、これ本当に可愛いです。冠婚葬祭にも使えそうです。ブリアン205番、モデレートブラウニッシュレッド、ブラウンっぽさもあってかっこいいレッドです。一気に大人になりたかったら絶対にこれ、モード系のファッションにも合いそうです。ブリアン206番、モデレートミルキーピンク、実際につけてみるとパッケージを見るより明るいです。ブルベ向きだと思うのでイエベさんは一度タッチアップしてから購入するのがいいかも。ブリアン207番、ビビットフューシャピンク、しっかり濃い紫が好きな人におすすめです。かなりしっかり色がつくので少しずつ塗っても薄く調節するのは難しいかもしれません。発色すべて並べました。記載のイエベ、ブルベはあくまでもどちら向けということですので、あまりこだわらず好きな色を使ってくださいね。2つ目の質感はマットです。こちらは全12色です。マット103番、ディープアイコニックレッド、ザ赤ですね。ブリアンの103番より少し明るい感じで朱赤に近いです。この赤がマットの質感と非常に合っています。黒いドレスにも合いそう。マット111番、モデレートソフトベージュ、これは粘膜カラーですね。黄身ベージュで本当に上品です。普段使いやお仕事の時に使っても印象をワンランク高めてくれる色です。マット112番、モデレートブライトピーチ、明るい黄身系のピーチカラーです。コーラルっぽいお色なのでイエベさんに合いそうです。顔印象が明るくなるのでお顔に元気さが欲しい方におすすめです。マット113番、モデレートテラコッタレッド、茶色がかったオレンジ味のある赤が可愛いですね。落ち着いた深みカラーです。バチッと大人っぽい印象に仕上がります。黒髪でもハイトーンでも合いそうです。マット114番、モデレートローズウッドレッド、くすみローズがかっこいい。しっかり濃いブラウンで少しグレー味も感じます。大人感が一気に出ます。マット115番、モデレートグレイシュレッド、ブルベ向けの粘膜カラーという感じでワインのようなブドウっぽさも感じます。こちらも大人っぽいくすみカラーです。普段使いにも良さそうです。マット116番、ビビットレッドオレンジ、明るめのオレンジ味の強いカラーです。とっても蛍光、リップに重点を置いたメイクで大活躍しそうです。夏にもぴったり。マット117番、ビビットスパイシーレッド、こちらもオレンジが強いのですが116番より明度が低く大人っぽいです。鮮やかでとっても綺麗です。マット118番、モデレートウォームピンク、こちらはすごく青みピンクですね。まさにバービーちゃん。どちらかといえばブルベさん向きですが、イエベでも髪色を考えてあげると使えちゃいそうです。マット119番、ビビットマゼンタピンク、とっても紫。今年のカラーはマゼンタなので1本持っているとトレンドを抑えられますね。マット120番、ディープディープローズ、ザ・ブドウカラーです。紫が強い濃いめカラー、ビジュアル系を思わせるような暗めでとってもかっこいい色ですね。これはブルベさんに合いそうですね。マット121番、ディープドラマティックレッド、しっかり濃くてかっこいい深み赤です。濃いけど品があります。ブルベっぽいカラーかなと思ったんですが、イーベの私がつけても優勝って感じだったので、パーソナルカラー問わず一度タッチアップしてみてほしいです。こちらがマット12色です。気になる色はありましたか？イエベ、ブルベ、均等な色数があった印象です。ただここに書いてあるパーソナルカラーは目安です。ご本人の顔のトーンや目、鼻などのパーツによっても似合う色が変わってくるので、気になる色は一度タッチアップしてみてください。最後、3つ目の質感はラメタイプエタンスランです。この質感は全4色です。エタンスラン301番、グレイッシュラディアントオーロラ、ブルーやグレーが入っているのでブルベ向きの輝きです。イエベ春の私は具合が悪く見えてしまったので、イエベさんは購入前に1回必ずタッチアップすることをお勧めします。ただ本当に輝きが綺麗で、プチプラの口紅の上にこれを乗せるだけですっごく高見えしそうだと思いました。エタンスラン302番、グレイッシュシャンパンゴールド、とってもゴールドで海外セレブのような輝きです。私スターウォーズ大好きなんですが、 C3PO みたいという声が漏れました。高級感があります。303番、ライトクリスタルピンク、一見透明に見えるんですが動かすとピンクに光ります。ピンクが血色感があるので誰でも使える色だと思いました。1本だけで使うならブルーベさん向きかなと思います。エタンスラン304番、モデレートローズウッドシマー、これ一言で言うとエロミカラーですね。いろいろな色のパールが入っているのでパーソナルカラー関係なく使えると思います。唯一これは単体で使っても可愛いと思います。本当に色っぽくなる。エタンスラン4色、どうでしたか？1本持ってるだけでどんな口紅の印象も格上げできるのでかなりおすすめです。それでは全色紹介したので、全て使ってみた私が迷ったらこれ買ってと推したい色を5色ピックアップしてみました。まずはマットの111番、これが本当
に上品な粘膜カラーで可愛かったです。こんなに落ち着きのある色なのに顔が地味にならないで映えるのがすごい。次はマットの121番、パーソナルカラー問わず上品でかっこいい顔に仕上げてくれるので万能だと思いました。次はブリアン203番、大人の青みピンク。この色はブリアンの質感に本当にマッチしてることに感動したのと、普段使いもできそうな青みピンクってなかなかないのでお試食認定しました。次はブリアン204番、派手すぎず地味でもなくて本当に可愛いんです。顔の印象を一気におしゃれに変えられるのでとってもおすすめです。最後はエタンスラン304番、これね本当にエロいんですよ。5500円でこのエロさが手に入るならなんか安いと思ってしまう。パーソナルカラーも気にしなくて大丈夫だと思うんで一回使ってみて。この動画をお楽しみいただけたら高評価チャンネル登録お願いします。当店は毎月18日から月末までポイント 20% 還元セールを行っています。配送も税込み 1万1000円以上のお買い上げで送料手数料すべて無料ですので、お気軽に概要欄の LINE までお問い合わせください。商品について鼻悩みについてもぜひご相談ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。